皆さんこんにちは。岐阜聖徳学園大学へようこそ。日本の真ん中にある岐阜県、織田信長は金華山の山頂に立つ岐阜城を拠点として、その城下町で誰もが自由に商売ができる楽市楽座を開き、経済を活性化させました。また多くのおもてなし文化の基礎を築き、今も自然豊かで多くの文化が根付く土地です。そんな自然と文化にあふれる岐阜に、私たち岐阜聖徳学園大学があります。羽島キャンパスには教育学部、外国語学部、看護学部、岐阜キャンパスには経済情報学部、短期大学部があり、約3000人の学生がここで学生生活を過ごしています。どうですか？ワクワクしませんか？それでは早速各学部の紹介をしていきたいと思います。教育学部。教育学部には10の専修があります。教育学部ではそれぞれの専修の特徴を生かした免許を取得することができます。特に教科の名前がついた専修では、小学校、中学校、高等学校、幼稚園の免許を取得することができます。本学の教員就職率は全国でも常にトップクラス。全国から学生が集まっています。他の大学と何が違うの？そんな疑問を持たれた方、鋭い質問です。本学の教育学部は他の大学の学生よりも早く教育現場を経験します。本学の学生は1年生の頃から学校現場に行きます。さらに大学に地域の子どもたちを招いて、子どもたちと一緒に何かを成し遂げるという経験を通して子どもたちに寄り添う姿勢を養います。学校現場に行き、地域の子どもたちと何かを成し遂げる。本学ではこうした取り組みをクリスタルプランと呼んでいます。実際に社会人として教壇に立った本学の卒業生は、現場の先生方から高い評価を受けています。先生になりたい、そんな夢を抱いている皆さん、本学はその夢を全力でサポートします。まず仲間っていうのがすごいいい仲間がたくさんいて、その切磋琢磨し合える仲間がたくさんいるので、聖徳はすごく温かくていい場所だなっていうふうに感じるので、ぜひ聖徳学園大学に入ってほしいです。外国語学部。英語を喋れるってかっこいいって思っている皆さん、岐阜聖徳学園大学には岐阜県で唯一の外国語学部があります。外国語学部には国際キャリアコースと英語教員養成コースがあります。卒業生には英語を使って仕事をしている先輩や、高度な専門性を持った英語教員として活躍している先輩がたくさんいます。本学の外国語学部生の持つ英語力の秘密、早速見てみましょう。本学では希望者全員海外へ行くことができるフレッシュ海外研修プログラムというものをやっています。ここで多くの学生が英語力を磨きたいと刺激を受けて帰国してきます。そして本学には外国語でしか話せない部屋、ラウンジメルトがあります。
私はメルト、ラウンジメルトのヘビーユーザーですごいメルトにいることが多いんですけど、メルトに行くと必ず1時間ぐらいはその外国人の先生と喋ったり、文法には自分のすごい苦手だった部分を今克服しないといけないっていう気持ちがすごくあって、それも先生方にすごく助けてもらいながら克服しました。さらに英語で行われるオールイングリッシュ授業もあります。英語関連科目の約 60% をオールイングリッシュで学ぶことができ、岐阜にいながら英語に触れる機会がたくさんあります。 You know, if there's one thing you'd take away from my talk, I'd like you to think about what you heard at the beginning. 看護学部、日々新しい技術が開発され進歩を続ける医療現場、岐阜聖徳学園大学の看護学部では最新の設備を完備しています。実践的な看護ケア技術の向上に役立つ高性能シミュレーターモデルの保有数は東海地方屈指を誇ります。病気や障害を抱える子どもに対し教員と看護師が協力することを多職種連携といいますが、本学では教育学部の学生と多職種連携の基礎を学びます。入学時から国家資格取得に向けてしっかりとサポートし、授業形式の対策講座はもちろん、担当教員がマンツーマンで合格に向けたアドバイスを行うなど、一人一人に合わせたきめ細かい指導を実施しています。こうした取り組みにより第1期生から3期連続で看護師国家資格 100% 合格を果たすことができました。もう本当に私は友達に恵まれたなと思ってて、実習中も大変なこといっぱいあったんですけど、相談して支え合いながら過ごせてきたので、私は一人だったら多分4年間持たないんですけど、先生方と友達のおかげで良かったです。経済情報学部、場所を移動してここは岐阜聖徳学園大学の岐阜キャンパスです。本学の経済情報学部の特色は経済と経営、さらには情報を融合した学びです。 IoT を活用したフィールドワークや画像認識 AI を用いたアプリの開発なども行っています。今興味があるものがはっきりしている方にもそうでない方にも、自分のやりたいことに応じて科目を履修することができます。また本学の経済情報学部では産学連携を盛んに行っています。特に岐阜県や愛知県の地元優良企業さんからご協力いただき行われているインターンシップでは、参加した多くの学生が実践力を身につけています。経済と経営と情報の3分野が学べるっていう風だったので、いろんなことが学びたいなと思ったので、それが学べるのがここだったのでここに決めました。頑張れる環境は整っているので、あとはそこで自分がやるかやらないか、本当に頑張りたいなと、自分を変えたいなと思っている人はもうぜひ聖徳に来てもらえれば変えることができるので、もうぜひおすすめします。短期大学部、この風景はあるゼミで取り組んでいる学内併設の子育て支援センターに来てくれる子どもたちの身長を測り成長を実感するという取り組みです。本学短期大学部では幼稚園教諭、二種免許証と保育士証を取ることができます。2年間、1限から4限まで授業がある第1部、午前中だけ授業を受けて3年間通う第3部があります。全国的にも珍しい
人形劇場が常設されていたり、個室のピアノ練習室があり、ピアノが苦手な方でも安心して練習することができます。そして教育実習は地域の幼稚園や保育所で構成される聖徳会の加盟園がサポート。新任者研修、中堅職員研修など卒業後も聖徳会の研修があり、地域の幼稚園教諭や保育士を支えています。私3部なんですけど、3年間で毎日半日授業なので、午後の授業を自分の時間に使えて、大学生活も充実するし、自分の時間も充実できるところに魅力を感じました。先生たちもすごく話しやすいので、とてもおすすめします。いかがでしたか？皆さんには語学部それぞれの様子をご覧いただきましたが、本学の様子お分かりいただけましたでしょうか？本学には今回の映像だけでは紹介しきれないほど、まだまだたくさんの魅力がありますので、お時間があるときにぜひお気軽に本学にいらしてみてください。